皆さん、こんにちは。リュウカです。J1 動物園、おめでとうございます。じゃあ、動物公演、おめでとうございます。うぅー！はい、それは今回は、J1 が、今日の日付が、11月24日なんですけど、今日から2日間、J1 が、京セラドームで、公演をします。おめでとうございます。本当におめでとうございます。本当に。その、僕は今日の1日目、24日に行きます。で、今日の動画は、その、ライブビログっていうか、1日のとか、感想もあったりする動画です。で、ビログビログ、メイクしていきます。2020年の3月デビューして2021、今4年目なんですけど、やばいよね。嬉しすぎ。本当におめでとうございます。今回も一人で大阪に行って一泊して帰ります。てか、髪の色変わった。見て、どう？暗くした。ブルーバック。そう、っていうのも、まあ一応、まあちょうど病院、僕月1で行くことが多いんですけど、ちょうど病院予定やってた時に、11月の、J1 のライブの日に染め、前の日に染めたらいいやんと思って染めて、しかも今回のライブのコンセプトっていうか、なんか、ポスター？こんな感じの、結構なんかブルー系のダーク系の感じなので、ちょっとそれを意識した感じのやつです。はい。あ、てか血出てるや！年齢分け、吹いてきました。そうで、そう、今回の追加公演バージョンのグッズが出て、そうそうそう、うちわとか、トレカとか、あとなんかフォトブックとか、とも欲しい。でも、その、今回はその、事前販売とかなくて、多分今回は並べって感じの、あれなので、迷ってる。うん。うちはめっちゃくちゃ欲しいんですけど、でも事後販売、ライブの後にも、ネット販売するらしいので、まあ、それなら別にそれでもいいんですけど、まあね、今日欲しいよね。まあ、今日は、12時ぐらいに新大阪駅着いて、ホテルが新大阪から4分ぐらい歩いてそこ、すぐそこなんですけど、そこで荷物預けて、一旦写真も撮りたいし、人が少ない間に会場行こうと思うんですけど、どんな列なんだろう。ちょっとまだ見てなくて、そのツイッター、X 間違えました、旧ツイッター X の行列情報とか、どんな感じなんだろう。本当に、でも本当にその衣装もビジュアルも全部やばいので、うちわがどうなんだろう。そのこと、そのことした場合じゃん。本当に結構時間ないので、はい。でも眉毛もやばいけど、もうしょうがないよね。まあ大丈夫。眉毛もちょっと揃えたかったけど、諦めます。まあグッズは今回は一旦会場に行って、行けそうだったら買おうかなって感じ。まあそれで無理だったらネットで買おうかなって感じです。まあでも、行けるだけは、本当に今回は本当に行けるだけは感謝なので、はい。そうもう言ったこといっぱいあるんですけど、瀬戸入り多分少しは変わってこないか分かんないけど、まあ、変わってきそうじゃん。しかも今日1日目だから何も情報わかんないんですけど、どうなんだろうね。わかんないけど。ただ最近の Eyes on me とか、やばいっていう聞くので、僕つかめ、J1 の単体のつかめを多分一回も生で見たことないので、多分、絆の時も歌ってないと思うんですけど、見れたらいいな。で、今回の席も今日の夕方、じゃあお昼、2時とか12時、じゃあ14時とかに、発表されるので見よう。はい、というわけで、こんな感じの衣装だって、本当に時間がないので、これでいきます。では大阪行ってきます。本当に時間なくて、はい、またおいおいやります。はいはい、というわけで今名古屋駅に着いて、今から新幹線乗って新大阪駅に向かいます。で、おにぎりとかワッフルとかお茶を買いました。いただきます。本当にこれは何回も言ってた話ですけど、大阪まで本当に30分とか40分ぐらい着くので、もう秒なので、プリン、新大阪駅に着きました。イエーイ。今スーツケースを運んでいます。階段大変なんですけど頑張りました。で、今から荷物を預けに行きます。今から荷物を預けます。やっぱ11時10分ぐらい楽しみ。なんかでも結構X とか見てたら、グッズの売り切れあんまりないらしくて、買えちゃうかも。今荷物を預けれたので、今から会場にも向かいます。で、今から電車に乗って京セラドームに向かうんですけど、まあ心斎橋で乗り換えたりしたりします。会場の最寄りに着いたので、今から会場に向かいます。京セラドーム、京セラドーム着きました。イエーイ。やっぱり最高ですね、京セラドームで。今から写真を撮ろうと思って、この100均で買ったシャッターリモコンを使って写真を撮ります。いつもシャッターリモコンの時もあれば、セルフタイマーの時もあるんですけど、まあ、こんな感じで、素敵な一枚を撮れるまで、撮りまくって。まあ、でも、この辺はちょっと風強かったので、まあ、風を待つ時間もあったりしたんですけど、まあ、てか、京セラドームって風強いしかないよね、多分。わかんないけど。
風めっちゃ当たる場所なのかな、わかんない。まあでも、とりあえずまあ僕のインスタにも載ってるのでよかったら見てみてください。ぜひ、RYUGROID です。お願いします。チェックしてみてください。お願いします。で、こんな感じの素敵な旗があったりしたりしたんですけど、今からプリーングッズ並びます。わー、そう、結構、人も今やっぱりね、いて、本当に。どうしようと思ったんですけど、一瞬並んで、諦めました。ごめんなさい、諦めました。で、また、旗を見て、ちょっとやっぱり、ちょっと現実、他にもやりたいことがあったので、こんな感じで、ポスターとか見たり、パネルとか、フラッグとか見たりしたりしたんですけど、もうちょっとグッズ諦めて、街に出かけます。でも、この大福を買ったり、プリン、ゴンチャを食べてみたりね、ゴンチャを飲んでみたりしました。そう、で、席発表されました。ガーン、もかもついにアリーナ、やばい、アリーナ楽しみ、ありがとうございます、本当にありがとうございます。はい、もう久々にアリーナで嬉しかったし、もう今からうどんとか食べたりしたり、もう今ドブマン駅に着いて会場に着きました。結構もう人もいっぱいいてライブって感じなんですけど、今から入場して JO1 に会ってきます。楽しみ、わー、数時間後。はい、もうすごいめちゃくちゃ最高だったんですけど、レポは、レポっていうか、思ったことはすべて、動画の後半で言います。最高でした、JO1。チェックインしました。部屋に入ります。何これ、なんか、丸い卵みたいな。楽しみにします。すごい。何これ。電気どこ、すごい、何ここ、すごい、手洗います。ライブの後のルーティンっていうか、僕のいつもこんな感じで過ごしてますよっていう動画です。ではルーティン、翌日。はい、というわけで今から JO1 のライブに行った時の思ったことを言います。というわけで今回は J1 のアリーナツアーの追加公演の京セラドームのライブの1日目に行ってきたんですけど、やばかったです、本当に。かっこいいよね、本当に。ついに京セラドーム立って、本当に。おめでとうございます。本当に最高のライブだったんですけど、いろいろありました。で、まず、プリーン、その会場でいろんな方が声をかけてくださって、お菓子をいただいたり、フライヤー、このフライヤーとかいただいたり、最高で、本当宝物です。あともうこのフォトカード、様々なフォトカードやばいよね、ありがとうございます。本当に、これ本当に何回も言ってるけど、本当にね、もちろん断ってるというか、本当大丈夫ですって、本当にいろんなものが動いてるの、これのカードなので、本当にやることやってるんですけど、本当に皆さん優しくて、本当どうぞどうぞって言ってくれて、本当にいただきました、ありがとうございます。めっちゃ大切に使います、ありがとうございます。で、会場の時にプリーン、このアウトのチラシ、その J1 のメンバーが出ている映画のチラシと、このスローガンもらって、僕 J1 のライブでこういうの初めてかもと思って、まあ3回ぐらいしか行ったことないけど、そこもらって、で夢は叶った、 J1 が輝くの瞬間、永遠に J1 と言いたい、本当にそうと思いながら、これを写真撮る時にあげてっていうのであったんですけど、配布物嬉しいよね、こういうの最高です。で、そんな感じで会場入ってたんですけど、僕の席が1ゲートアリーナ、ス10ブロック7列12番なんですけど、そのスっていうか、その席のブロック分けがジャムが好きってなってて、ジャムが好きみたいなブロック分けでと思って、そのことできるなと思って、嬉しかったです。僕はそのスでした。まあこんな感じ、ここら辺の席で。まあアリーナだけど、まあ後ろの方っていうか、まあトロッコ近いよねっていう感じの、ね、いろいろあるよね。そう。まあそれまた後で話しちゃったんですけど。で、僕はその席で、まあ40分くらいずっと待ってて、でもそのペンライトの、今回そのドームだから、そうドームだから、ペンライトのアプリにその席番号を登録するっていうのがあったの。で、それを僕知らなくて、今まではアリーナだから、アリーナだから、ペンライトの番号とか打たなくてよくて、もう一気に一斉制御できてたんですけども、広いから、ドームなんていうものは本当に広いから番号が必要、登録が必要で、
僕そのこと全く知らなくて、アナウンスで気づいて、ああやんなきゃと思ってやったんですけど、っていう話なんですけど、あのね、そうね、でかいよね動物って本当に。でもペンライトも登録してふーってやって、も会場がパーってギャーってなって、あの追加公演だから結構、まあ最初のオープニングが多分僕の記憶が間違ってなければ、あの変わってなくて、最初の映像はね、なのでブーってやって、の感じだったんですけど、本人登場ですって時にそれまたメンバーの顔映るやん。恵子さんが前髪こう、ま、降りてたっていうか下ろしていた。最高だよ。知らないけど、まあ、すいません、あの知らないけど、多分1日目は多分前髪下ろして、2日目は前髪開けてたよね、分かんないけど、まあ、多分そういうことだと思うんですけど、ありがとうございますって。まあ、別に、二つもいいけど、両方最高やん。見れて、まあ、どういうふうに見れて、前髪荒れてると思いながら、前髪ありがとうございますってなりました。で、多分、誰かが、なんか、で、そう、最初に一言、あの、一曲目の最初に、なんか、純喜さんから、あの、誰かが、なんか言ってたんだよね。なんか、結構盛り上がる言葉を、なんか、来たぞ、なのか、大阪なのか、なんか言ってて、そこで、はーってなって、すぐバッカ悪いって始まって、そう、スパカリスタート。そう。スパカリスタートで始まったし、あと、ティガ、プープー、フルーフルー、ダウン、ティガ、まあ、大盛り上がり、本当に。まあ、だし、ドームって結構なんか音、また僕の場所はスピーカー近かったのかわかんないけど、やっぱり音をもっと感じる、なんか、ドームだって思いながら聞いてました。私もそんな感じで、その、普通に始まっていくんですけど、そのユニットで、レンさんとルキさんがダンスなんかダンスを踊る、だったんですけど、そのね、その二人がその大画面にバンバンって映って踊ったり、そう表情もしてるんですけども、目が足りないみたいな、踊って、結構僕の席は結構あの何、肉眼では結構判別が難しい、判別って分かるけど、あのちゃんと見えなかったので、ね、モニター見てたんですけど、でも目足りないと思いながら、あの見てました。あの本当今回もそのモニターもでかくて、もうでかい、いつもでかいけど、別にドームの大きさっていうか、本当にみたいな、この大画面に、大画面に11人がプシューって映って、なんかみたいな、もう最高です。で、そう、結構中盤の前半ぐらい、もうトロッコが、そう、またその6個、あのラポスタ的な感じで6個来て、え、6個って思って、トロッコが3個でピューって来て、イエーイみたいな、で、あーみたいな、あのレディオビュージョン、あーん、ニガシュンガのレディオビュージョンって通って言って、あーって なりながら見てました。2週ぐらい多分してたよね。で、え、もう目回るわーって言おうかと思ったぐらい言わなかったけど、あのそういう、あのそれぐらい回ってくれて、あの嬉しかった。めっちゃ見れた、本当に。やっぱトロッコ楽しい、普通に。で、そのあのイビリビみたいな、イビリビ、一歩下がり、一歩進み、二歩下がる、近づきたい、近づけないっていう歌があるんですけども、最高の。あの、それもユニット半分やってたんですけど、おもれをほんとみんなが、みたいな、やっと聞きたいみたいな感じの、あの、やつだったし、あと、Eyes on me! もうやばい、ほんとにやばい。それも結構多分アジアツアーの時に公開された曲だよね、多分。だから、もうやっと聞けた、誰も言ってないけど、みたいな感じの、その、最後の曲。だし、あの、アイドミの時も、その、また二画面に分かれて、結構なんか、その、今、その時の二画面は結構、なんか、ステージ上の、ここにカメラがあって、メンバーがこう映るって感じで、なんか、こっち画面で、こっちには観客映ってて、みたいな、こういうなんか、みんなこうやってやってて、その反対側でもこうやって映ってて、もう、また目が足りないって思いながら、本当にその YouTube 上げてくれませんか？それは本当に贅沢な話なので置いておくんですけど、てか、めっちゃ髭生えてる、そういえば。めっちゃ髭生えてるわ。めっちゃ髭、忘れてた、めっちゃ髭生えてるわ。ごめんなさい、めっちゃ髭生えてるわ。わかんなかった、わかってた、みんな。めっちゃ髭生えてるわ。ごめんなさい。失礼しました、すいません。あと、多分、アイゾンミーかなんかの時に、楽しめよーみたいなのを聞けた、そう、あの、川西さんの、多分言ってた気がする。僕の記憶が間違ってなければ。ほんと川西さんかっこいいし、ほんと応援もかっこよすぎた、そう、応援。まあ、光が。で、そっから豆さん、川西さん、ケイゴさんのラップユニットで、ラップ見えるんですかと思って、あの、見れましたよ。で、そんな感じで一回終わって、そのモニターで、あの映像、ファンのダンスを映したり、なんか、イエーイみたいなのあったんですけど、で、その後普通、その後普通にアンコールで、イエーイって感じかなと思ったら、気球で、気球で、アンコールして、来て、
本当びっくり。その暗くなって、って思ったら、もう上に目線がいい、もうみたいな。めっちゃ楽しかった。どうもだからこそできる、演出で、あーと思って、でも、どうやってやってんだろうと思って、下見たら、その、スタッフの方がこうやって4人ぐらい持ってって、あ、それでできるんだと思いながら、そう、多分、私は無関係の人間なんですけど、多分そうです。多分、スタッフの方4人で、本当のキックなのかな？そう。言ってて、ケイゴさんはもうその、めちゃくちゃ有名な話だけど、箱の中の、ここに、もう、寝喋ってて、ここでイエーイって出て、と思いながら、もうその気球めっちゃ、そう、その気球の、アンコールの時は、その撮影 OK で、そう、そう、嬉しかった。その、アンコール ?2 回目のアンコール、そう、僕が行ったジャマのライブでは、アンコール多分初めてで、あ、アンコールだーと思って、そこで無限大やってて、本当に嬉しかった。見れたーと思って。本当に最高のライブだったし、また次はそう、コメントの時に、次は東京ドームだよみたいなの言ってて、絶対に、ぜひ名古屋も、バッテリードームも、お願いします。はい、ということで今回は J1 のライブに行った時のブルグレスだったでしょうか。本当楽しかったし、最後まで見てくれてありがとうございました。また会いましょう。絶対また動画、ライブ行ったら撮りたいし、また会いたいです。バイバーイ。